こんにちは、ガム大好き人間ちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。僕の妹が誕生日なので、妹のために僕のコースを遊んでください。あ、妹さんが作ったコースではないんだな妹出しにしてコース遊ばせんじゃねえよ誕生日おめでとう、やるわ。 OK、 まずは60秒スピードランからいきます。初めて作った60秒スピードランからやっていきましょう。お兄ちゃんっぽいよね。豚骨ラーメン、豚骨ラーメン何歳なんだろう。8歳くらいかな、感覚的に。小学生っぽい感じするよね、なんとなく。なんか姉妹兄弟で仲いいっぽい感じ、いいよな。もう少し年取ってくると、やっぱ男女の子の兄弟とかだったりすると仲悪くなってくるよね。逆になんかで、もう少し年取ってくると、高校生くらいになってくると、なんか落ち着くというか、不仲じゃなくなる。なんか、あ、うわ、今なんかショット化できそうだ。あ、そんなことないか。ダメか。P 押さないとダメか、ダメか。そういうのあるよね。ちょっと年取ると仲良くなるというか、まあ、仲良くなるっていうのも変かな。落ち着くっていう表現が一番いいんじゃない？やっぱそういうのは結構あると思うんですけど。どうでしょう。結構あるあるだと思うんですが。男女兄弟あるある。はい、ゴーゴー。いいよ。結構なんか雑談しながらできる、ゆるい感じのいいアップになるコースだな。やっぱ最初にね、こういうコースやるとね、いいんですよね。お、上から行きますね。確定エースをぶちかましていく。はい、ナイス。カイトくんだな、多分な。カイトくんだ。カイトくん兄弟で、ちはやの動画見てくれたら嬉しいけどな、この動画。こちら、どこまでマリオチャレンジの難しいで当たったコースですね。いいねしといたやつです。これ右行けばさ、まあゴールできそうな感じしますよね。竜巻がまあギリギリ風の範囲外だろうという想定の上、右歩いていければ普通にゴールできそうじゃないですか。でもね、これね、風がね、まあ見ての通り邪魔なんだよね。どう考えてもゴールできねえよな。まあ当然右行ったら死にます。じゃあ竜巻って風が出てくるまでちょっと時間あるんで、その前に行けばいいんじゃねって思った方は、まあこれを見てもらったら分かるんだけど、間に合わないですよね。困りましたね。クリアできないんですよ。どうしたもんかな。でもクリア率そんな確か高くないよな。あ、いやでも待って、結構むずそうじゃん。クリア率 2.36% だわ。全然クリア法が思いつかないんだよな。着地直前にクルンとか入れればいけんのかな。左上が坂の坂になってるのって関係あると思います？どうなんだろう。でもいやらしいところにトゲあるよな、それにしても。いやー、いける気せんけなー、これどうなん。でももうこれしかないよね。こうやって入っていくしかないよね。またしゃがめなかった。いけた、いけた。え、何今の。意味不明なムーブ入ったよ。今見た、みんな。なんかうさぎ飛びみたいなマリオが意味不明な動きしたけど、もう一回やれって言われてもできないよ多分。一旦スローで見ていきましょうか。いや、マリオさん、そういうとこあるよな。よくわからん。このヒゲのおっさん、本当に。ようわからんのですよ、今。なんだった？なんで風の影響を受けずにターンターンって下でしゃがみながらいけた？いやー、意味わかんないね。これは意味わかんないよ。人気ランキング、とても難しい第2位のコース、マウントマンチャーやっていきたいと思います。OK! スタート。なるほど。ここスピンで切り替えていく。中身を右に出して踏んで、間入ってここスピン出せなくて死にます。ここだったよね。 OK、 1,2 でいく。オンフを切り替えます。はいはい、ここでいかないとダメっぽい。ジャンプしてかわして、うわー、ほいほい。初見だとなんか、あ、初見で進むたんびに毎回ちょっと死ぬみたいな、そういう空気感。新しいとこ行くたんびに死ぬ。
ハイスピン、ここ乗ってこう、オフ切り替えながらこう、土管一発で入らなきゃダメ、むずい。 OK です。さあ、おお、まさかのスクロール、しかも右斜め上に進んでいくスクロール。50コイン回収しながら逆です。 OK です、 OK です。新しいとこ行けた。 OK、 はい、ハイスピン1回、うー、どけ、あぶねえ、あーぶねえ、あぶねえ。なんかいけてる、なんかいけてる、すげえ、なんかいけてる、かみってる。なんで、あー、もうスピン出てなかった。 OK です、 OK です。私とこ行く。 OK、 2面むず、やったー、ゴールだー、お疲れさー。2面めっちゃ難しかったな。スピラン？はてな。なんだ？そのはてなはなんだ？うわっ！左の土管入れそうな空気感だよな。はい。パウドーン！する必要は別にない。OK！ 右飛んでみた！うわさすがに無理か。なるほど。鍵の、鍵3つ4つ必要なんだ。土管確認。あ、入れなかったです。 OK です、土管入ります。さあ裏面来たよ。どこで鍵をゲットするかな。敵を倒すか、それとも隠してあるか。なんかスピラン感ないコース作りだな。いいのか、普通に右に進む。まあスピラン張ってな、鍵ないから。落ち着け落ち着け。今の空間に鍵あったの、そういうことだよね。マジか、この辺ないよ。これはむずそうなコース当たったな。これはやばいぞ。とりあえず1マスずつジャンプしていきます。まず1つ発見。はい、2つ目発見。はい、3つ目発見。あと1個どこだ。あ、3つでいいんだ。3つでした、4つだと思ってた。3つでした。 OK でーす、ナイスサイト。こちらツイッターで原さんからいただいたコースになります。オランダの方のスピラを見つけたので、ぜひ時間結構シビアでしたっていう一文のもとプレイさせていただきます。スプーク、オッケーケーケー、はい、オッケーオッケー、ウェイ、下かい。これこのまま、このままだね、このままだね。あ、ここ上だい。お、いえ、上行けた、上行けた、オッケーオッケー。なるほど、ここにも鍵あるから行けるよ的なね。はい、ナイス。 Z だそうです。うぎやー、これでどうや。よーし、届いた。うわ、あ、いけていく、いけていく。ゴールなんじゃないですか。 OK、 ナイスショット。